大な資金を提供してくださった関係スポンサーの皆様、この民間放送はあれなんですよね、原則としてスポンサーがないと番組成立しないんです。だそういう意味ではその民間放送というのはかなり脆弱で弱くて危険なものなんですけど、僕この民間放送では大好きというかもう愛していると言ってもいいんです。なぜかというと日本の民間放送は原則として戦後すべて生まれました。日本の民間放送民放は戦争を知りません。国民を戦争に向かってミスリードしたという過去が民間放送にはありません。これからもそういうことがないことを祈っております。さてこの番組に関係したスタッフは何人いるか分かりません。歴代のプロデューサーそしてディレクターたちが何代入れ替わったか分かりません。美術さんとか大道具さんとか照明さんとか音声さんとかカメラさんとか、飲み物とか食べ物を作ってくれる切れ物さんとかメイクの人とかスタイリストの方、それから広い意味で言うとさっき莫大な資金を提供してくださったスポンサーと申し上げましたが、提供スポンサーの社員の方っていうのはその方たちが働いて利潤を生み出してその利潤が宣伝費に回ってそれでスポンサーになってくださったわけですから、広い意味で言うとスポンサーの社員の方もスタッフだっていう考え方ができるんです。そうなるとですね、何万人という従業員を抱えた大企業が何社もスポンサーについてくださったんで、まあスタッフというかこの番組に関係した方たちの数っていうのは1000や100のオーダーではとても測れません。万、10万、下手すると100万で、もしかしたらスポンサーの製品とかサービスを買ってくださった方もスタッフだっていう考え方さえできるんですから、そうなると何千万という単位になるかもしれません。本当にありがとうございました。特に麻衣さんの言った見てくださった方、番組を支援してくださった方へのお礼は何回言っても、言い過ぎるということはありません。僕は小学校1年から6年まで通信簿の中に通信欄というのがあって、まあ、先生から母親や父親への、まあ、メッセージだったんですが、同じことがいつも書いてありました。久米君は落ち着きがない飽きっぽい、持続性がない、協調性がない、ずっと1年から6年まで同じで、もうコンプレックスにさえなってたんですが、小学校の時の先生一人ぐらい見てらっしゃいませんかね。18年半やりましたよあなた。僕は本当にね、僕は偉いと思うんだ。いやでも保守的に変わってるか変わってないか別の話。いやそんなことない、そんなことあるけど、今日はね自分ご褒美をあげようと思って。僕のご褒美ってもうね自分でも本当にね背中を向けまして申し訳ございません。これは偉いと思うんだ。あまたもうどしかも一つじゃないですか。当たり前ですよどういうことですか。それでこれ見てくださった方にももちろんなんですが、大勢の方が見てくださったおかげでだと思うんですが、想像できないぐらいの厳しい批判、激しい抗議も受けました。もちろんこちらに非があるものもたくさんあったんですが、こちらは理由がわからない言えなき批判としか思えないような批判もたくさんありましたが、今にして思えばそういう厳しい批判をしてくださる方が大勢いらっしゃったからこそこんなに長くできたんだということが本当に最近よくわかっています。これは皮肉でも嫌味でも何でもありません。厳しい批判をしてくださった方本当にありがとうございました。感謝しています。これ僕のご褒美です。最後までちょっと最後まで独りよがりっぽい。いやー皆さん一緒だった近くに飲み物のある方乾杯しません。テレビ見てる方お酒ダメですよ。仕事がある方とか運転する方、小学校の先生本当お茶とか水とかにしてくださいね。怒ってらっしゃる。あ、いつも番組を最後の方にやってます。予告編です。总有一天还会相见。新年报道新闻，我们几音真行又出现了，真的。呀，干杯！呀，一人。本当にお疲れ様。さよなら。もしもしってどんなに長くおしゃべりしても加入者同士タダになっちゃう電話いいでしょ。ヤフー BB に入るだけ。